ロンドンド五輪柔道女子57キロ球筋メダリストの松本薫さん37が20日放送の「東京 m x 5時に夢中月曜から金曜午後「0」に生出演アスリートならではのエピソードを語る場面があったこの日は野獣松本薫のトークで一本と題して松本さんの野生味あふれる驚きのエピソードを紹介 現役引退から6年たった今も野獣の部分は一面は持っていると話す松本さんは、目をそらしたら負けというマイルールを明かした。試合に向かう飛行機でも、その勝負は始まるという。座席に差し込まれた雑誌の表紙に写っている人物とも目が合うと話し、でも目をそらしたら負けなんですよ。自分の中の確固たる戦いがありまして、でも、あの人が座席から顔を出してて。で あの人結構強い目をしていて、どうしても目を離したくなくてと説明。自分から目をそらすことはできないため、キャビンアテンダントさんにピンポーンって押して、すみません、この雑誌下げていただけますか、っていうことはよくありましたと明かし、まさかの展開に共演者からは笑い声が上がっていた。